我が家の友達10チャンネルは、1977年4月1日に、テレビ朝日系列局で生放送された大型特別番組である。正式タイトルは、我が家の友達10チャンネル、徹子の生生10時間半。番組の生放送が行われた、サテライトスタジオがあった、渋谷バルコパート1、モーニングショーなどの生放送や、徹子の部屋収録が行われた、 テレビ朝日、旧社屋、シャボン玉プレゼントの公開収録が行われた、ABC ホール、青空じゃんけん大会が行われた、聖徳記念会画館前8時から18時25分まで、東京、渋谷パルコパート1に設けられた、サテライトスタジオからの生放送を軸に、レギュラー番組も織り込んで放送された特別番組で、ある。同日に、 日本教育テレビが全国朝日放送に変更されたのに伴い、テレビ朝日誕生記念番組の一環として編成された番組で、通常番組の他にも様々な生放送番組で構成されていた。徹子の部屋の司会者で、当時、テレビ朝日へ改名の宣伝タレントだった黒柳徹子がメインを務めた。同日には、この後19時から全国、 ちびっことくだね合戦、そして21時からオールスター春の東西対抗下合戦、と日本の誕生記念特別番組が編成された。ありがとうございます。